皆さんは土日アニメ楽しんでますか？個人的には今期の土日のアニメはいつになく微妙なのばかりな印象です。画像にあるアニメが微妙な10作品なんですけど、やっぱり3話まで見るといよいよ救いようがなくなってきますね。この中でおすすめあればコメントしてください。以上、土日アニメのお話でした。